ゆみちゃんのいろんなものが書いて、いろんなことが書いてありますので、ぜひ見てください。すごいね、ひみちゃん、初めて本に載ることができました。もう2冊買う予定です。母とかにプレゼントしたいと思います。姫と仲良くなれたことが書いてありますので、ぜひ読んでみてください。お願いします。おうち時間もあなたがいれば、それは大切な一緒の時間で、たとえうちから数分の近所でも、姫と一緒にお外に出れば、それは素敵なお出かけになる。かわいいねって言われた時、姫以上に嬉しいは気づいてるよね。お利口さんだなって褒められた時、姫以上の誇らしいの伝わってるよね。姫、伝わってる？言葉わかる？わかる？偉いね、ひみちゃん。こんな幸せと楽しいと嬉しい溢れた毎日が姫が作ってくれたんだよ。分かってる？姫ちゃんが作ってくれたの。幸せの時間を分かった？ありがとね、いつも。ありがとう。照れてるの？照れてるの？照れてるの、姫ちゃん。コクンって謎いた。そっか。ねえ、ひみちゃん、言葉わかるね。上手だね。言葉わかるの。すごいね。いろんなワンちゃんもあるんだよね。ドッグフレンドリーさんといろいろね、間違えて2個投稿しちゃったんですけど。でも2個記載してくれて。でもインスタグラムでいろいろ話し合ったんですけどね。ドッグフレンドリーさんと。ちょっと言葉だけだと難しいね。その分、本買います。ねえ、ドライブ大好きとかね、本当に。ありがとうとかさ、姫ちゃんは本当に、そうだね、ワンちゃんの恩返しがしたいという創業者から始まったドッグフレンドリーさんには本当に、だからこういう感謝できる機会をいただけるんだろうね、きっと。もう一個は、お世話が大変だけどどんどん楽しくなるのっていうのを記載させていただきました。そうだね、姫ちゃんはペットショップから生後3ヶ月でうちに来てくれたんですけども、
今思い返すと姫は私たちがどんな人か、怒る人か叱ってくれる人、様子を伺っていたんだよね。姫ちゃんは本当におてんばな姫ちゃんをどうしようか、どうやって育てようか、本当に必死で悩んだんだよね。そうやって向き合っていくうちにね、姫ちゃんが好きになってってね、母親犬みたいになってね、頑張りました。姫ちゃんとの思い出が詰まったのをまとめて書きました。これからも仲良くやっていこうね、姫。